月夜の約束という作品でして、 F15 というサイズの切り絵の作品です。15号とも言いますけれども、65センチ、53センチの大きさの作品です。タイトル通り約束、指切りをする女性と三日月を描いた、とても分かりやすい作品だと思います。月というね、モチーフは僕は作品の中でよく使うんですけれども、ゴッホがね、ひまわりとか太陽をよく描いたように、作家の好きなモチーフ、頻繁に使うモチーフっていうのはその人の、性格とか個性をよく表していると思います。月って太陽とはね、対照的な輝きを持っているじゃないですか。あのギラギラとした強い光、焼き尽くすようなあの強い光も魅力的ですけれども、僕としては静かな穏やかな輝きを持っている月でも、どっかなんか狂気をはらんでいるような、そういう光がなんか僕の内面には近いような気がします。自然と月を好んで描いている感じですね。で、特に三日月っていうのは欠けているっていう表現もよくされますが、実際にはね、月っていう球体が暗く陰ってて見えてないっていうだけ。いざこう絵で表現したり、舞台装置の小道具として使われる時っていうのは、欠けている部分にね、人が座っているような、映画のペーパームーンにも出てくる小道具にも使われたりですとか、実際にはありえないこう独立した形として作品の中で使えるっていうところも、なんかね、月の面白いところの一つだと思います。太陽ではね、そういう使われ方ってあんまりないと思いますので、僕がこの作品で表しているのは、その隠れている部分、つまり欠けている、暗くなっている目には見えない部分に、そこにこそ何か美しさみたいなものが秘められているというイメージです。で、それは人であろうと、物であろうと、動物であろうと、何かそこに神秘なものを感じてしまいます。それともう一つのこの指切りのポーズなんですけれども、この作品においては特に約束するということ自体には意味がなくて、この指切りを、小指をこうね、絡めるというこのポーズが僕すごい好きなポーズで、この動作自体は何かこう幼げで頼りなさげで可愛らしい感じなんですけど、それと裏腹に目的はというと、嘘ついたら針線を飲ますっていうね、すごくこう強烈な攻撃的な意思じゃないですか。で、このポーズのチャーミングさと裏腹な目的っていうね、ここの二面性っていうのが、なんかやっぱりすごい魅力を感じてしまいますね。そしてこの女性は架空の女性です。僕が描いた作品の中の女性っていうのはほとんどそうなんですけれども、今まで魅力的に感じた何かの女性のイメージを閉じ込めているという感じです。ちなみによく出てくる女性の中の花々、このアトリエのすぐ前に、3軒ほどね、あの花を大事に育てていらっしゃるおばあちゃんたちがいらっしゃいまして、その花をスケッチさせてもらってます。季節ごとにね、写真撮らせてもらったり、絵を描かせてもらったりしております。で、ちょっと絵描かせてくださいいう感じで絵を描くんですけど、まさかこんな切り絵作品になっているっていうことはご存じないんです。